こんにちは、タケです。タケの勝手にバカリチャレンジです。この動画はターザンのバカリを勝手にチャレンジする動画です。今回は、39次元目の、スタンディングウォータードロップですね。このままペットボトルを片手に、うんこ座りをした状態で、ちょうちょうと水を流し、この ペットボトルじゃあ紙コップに、水を入れるっていうことですね。で最終的にた立ち上がって膝が伸びるまでっていうことですね。でこの、トレーニングの成果は空間認知能力と操作能力、で、A 判定はま、っすぐ立つところですね。じゃあ早速頑張りたいと思います。まあ、あんまりずれすぎるとダメってことですね。じゃあ行きます。なんとか言いました。もうベタベタですけどね。もう床ベタベタですけど、まあなんとかクリアしました。よければこの辺のチャンネル登録お願いします。そしたら、タケの勝手にバカリチャレンジでした。